はい、奥様スタッフの椎茸です。今日は、この新作問題集 E1 の中の31番の問題について解説をしていきたいと思います。いや、これ撮ってるの、ワールドカップが終わったばっかの時期なんですけど、ワールドカップ皆さん見ましたかね？まあ、受験生の方はあまり見てないかもしれないですけど、まあ、大学生になるとね、こう、生活習慣も終わってきて、朝4時とかの試合をこう見ることが楽しみになってくるわけですけど、決勝戦見ましたかね？18日でしたか？フランス対アルゼンチン。ね、まあ、僕は割と予選リーグから見てて、ポルトガルとか結構応援してたんですけど、ポルトガルモロッコに負けちゃって、まあ、モロッコに勝ったフランスと日本が負けたそのクロアチアに、まあ、さらに勝ったアルゼンチンとの、その、まあ、対決だったわけですけど、まあ、子供らと2人でこう、で、24時キックオフを見てて、で、まあ、まあ、なんかメッシが1点入れて、その後ディマリアかなんかもう1点入れて、2-0 かよとか思って、でその後、ね、こうずっとこう見てたわけなんですけど、フランスがなんか全然入る気がしなくて、なんか決勝戦でこのクソ試合かよとか言って、むちゃくちゃ言ってたんですけど、70分間ぐらい、前半の50分と後半の20分ぐらいまで言ってたんですけど、その後エムバペが PK もあって、その後エムバペがすげえゴール決めて2-2追いついて、で延長に入って、メッシがまた決めて3-2になって、でその後エムバペ、誰かのシュートがこうハンドになって、さらにエムバペが PK 入れて3-3になってっていうね、前半80分ぐらいは何だったんだっていうぐらいのね、クソ試合かと思ってたんですけど、まあ、素晴らしい試合でしたね、あれは。いや、僕は昔サッカー部だったんで、割とサッカー見てるんですけど、いや、あれはすごい試合だと思います。はい。じゃあ、まあ、やっていこうと思います。まあ、今日は2020年の、まあ、ホクソムがやってる東大ハイパー模試の問題からの出題になっています。はい。まあ、前科式をこうやって定めますよ。でその時に、9が並ぶ個数を Excel にして、最下位から初めて出てくる9以外の数を、まあ何か5とか、この場合だったら5ですけど、まあそれを Y としましょう。出てるわけです。で、まあなんか、丁寧にこう A3 の答えが書いてあって、まあ A3 計算するとこれになるらしいんですけど、9何個並んでるかって言ったら1、2、3、4って言ってるんですね。だから X3 ってのは4で、Y3 っていうのは9以外の数どこに出てきますかって言ったら、まあ初めて出てくるのは5ですから、まあ5が5。はい。で、まあ、A3 でこの桁数ですから、A4 はまあ、計算できないですよね。なので、まあ、X2、Y2 を求めようっていうのはかっこいいじゃん。で、まあ、とりあえず X2、Y2 を求めてから、まあ、ちょっと考えてみましょう。A2 っていうのは、ここに9を代入したものですね。A1 が9なので、この9を代入したものを考えると、まあ、2-2-5-9-9である。で、この時に、じゃあ何個9が並んでますかって言ったら、1-2-2-5ですから、X2 は。で、9じゃない数は何が最初に出てきますかって5ですから、まあ Y に5ですね。まあ、ヒントとしては、まあ、この2つしかないわけです。で、そうすると、X2 は2、X3 は4、Y2 は5、Y3 は5。となったときに、じゃあ X4 って大体どれになるのかなって思うと、まあ、一個考えられるのは、2-4-6って増えていくパターンが考えられるかな。まあ、大体その発想としては。もう一個は、2-4-8-16って増えていくパターンも考えられるかなと思うんです。で、Y の方は、5-5って来たら、あれこれってこの先ずっと5なんじゃないのっていう気が、まあ、なんとなくするわけです。はい。じゃあ、どっちかな、まあ、X の方って2のなんとら状になるのか、まあ、偶数を刻んでいくのかどっちなのかなっていうのは、まあ、割と、まあ、賭けにはなるんですけど、A3 でこれだけ数がめちゃくちゃでかくなるってことは、A4 って多分もう、ここからここぐらいまでになる、めちゃくちゃでかい数になるはずですよね。そうすると、9ってなんか、まあ、8個ぐらい並んでてもおかしくなさそうじゃないですか。だから、まあ、ここは1か8か、まあ、X っていうのは、まあ、2の、まあ、N-1 乗みたいな、2のなんちゃら乗みたいな感じになってると、信じて、機能を回そう。で、YN っていうのは、まあ、ずっと5であると信じて機能を回そうと思う。はい。で、これを腹をくくって機能をやっていきます。はい、やりますよ。だから、ここの予想がつくかつかないかで、あんまりちょっと、出来がね、変わってくるわけです。まあ、ですから、X の N は2の N-1 乗で、YN は5であることを、まあ、数字で機能で証明しましょう。でも、なんか、9が、なんか、
2の n-1 乗項続いて、その次が5っていうのは、また扱いづらいわけですね。それを扱うぐらいなら、a2 にプラス1した、こいつ、a2 プラス1っていうのを考えたら、これ22600ですね。これだったら、0が2つ続いて、その上が6っていうのを示せば、この599と言えるわけですよね。これだったら、100の倍数、10の2乗の倍数とか言って扱えるじゃないですか。でも、9が何個続くって、なんちゃらの倍数とかで扱えないですよね。1を足したものを、まあ、どんどん考えていく。それを新たに bn っていう数列にしましょうよって言ってるんです。はい。なので、1を足した数列っていうのを、まあ、どんどん考えていくことにします。1を足したものに対して、そいつらが0が何個並びますか？で、0じゃないものが、の一番最初の数が6ですってことを言えば、それから1を引いた an っていうのは、9が2の n-1 乗項並んで、で、その1個上の数字は599999ってなってるはずなので5だってことが示せるんですね。はい、じゃあやっていきます。はい、bn 足す1っていうのは、じゃあ何か、まあだから an に1個足したものを bn 取れたら、bn 足す1っていうのは、an 足す1足す1ですよね。そうすると、まあ全化式、an 足す1っていうのはこれですから、足す1、これで。で、an っていうのは、bn 引く1ですから、それを代入したら、こうなりますよ。すなわちこれって、bn 足す1と bn の全化式が足す1です。はい、それを計算すると、まあ、こうなるわけですね。ちょっと計算するとこうなる。で、これって bn の2乗が出てますから、こう bn でこう隠れるわけです。いいですか？はい、それを考えると、まあ、まず、で、この bn について昨日回そう。ってなって、じゃあ、まず n イコール2の時どうかなって言ったら、2の時はさっき言ったように22600ですから、確かに n は2の時には、0は2つ並んでる。2の2引く1乗の2つ並んでて、その1個は6になる。だから、a2 っていうのはそれに1を引いたものに599になってて OK。じゃあ次、n イコール k で成立してるってことにしましょう。っていうことは、どういう形になってるかっていうと、これから何が言えるかというと、bk っていうのは、0が2の k-1 乗と並んでて、0じゃない数字が6になってる。じゃあ、この時 b の k たす1ってどうかなというわけですけど、そしたら、これ、bk っていうのは、0が2の k-1 に並んでるってことは、これは何を意味してるかというと、10の2の k-1 乗の倍数だと言ってるわけですよね。これが言えてるわけです。で、それを2乗してる方があるんですね。2乗しているということは、あれ、これの2乗になってるわけですから、10の2の k-1 乗の2乗の倍数、すなわち 10×10 の2の k 乗の倍数になってる。ということを言います。ここは、10の2の k 乗の倍数になってる。じゃあ、ここにじゃあ10は何個あるのかなと思うわけですけど、ここって10の倍数なのかなって思うと、この bk が10の倍数で、これはまあ、普通に自然数ですが、足す6が出てるせいで、絶対にこれって10の倍数、ここが10の倍数、プラス6って形になるんで、ここは10の倍数にはならないですよね。じゃあ、10の何乗取れますかって言ったら、ここの部分から出てくる2の形状だけ取れる。はい。で、これでまあ1個目の主張は終わりなわけですよね。pk はちょうど10の2の形式1乗ではいけるから、この2乗の部分によって、もう一個上の bk たす1っていうのは、10の2の k-1 乗乗の2乗で、10の2の k 乗乗出てくるんです。はい。これで、まあ、一つ目のステートメント、すなわち、0が何個続くかっていうものは終わって、じゃあ次、その0じゃない数は何なのかって言ったら、それは、ここに出てきた、その、6ってやつですね。10の倍数、プラス6かける、10の倍数プラス6
っていうものに、この BK の2乗ですか、まあ、10の2のが形状みたいなやつがかかっているので、これってどういう数になっているかって言ったら、なんちゃらか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 んちゃら6に、この10がめちゃめちゃ、0がめちゃくちゃついたやつっていう、こういう形になっているんですね。はい。ですから、ここの6が効いているので、B の経過数1っていうのも、0じゃない初めての数では6であれということが分かる。これで機能が分かって、まあ、終着は示されたと言っているんですね。はい。ですから、N イコール経過数1でも確かに B 経過数1っていうのは条件を満たしているので、A 経過数1っていうのも、まあ、9が2の形状と続いて、その1個上の数字はこうであるということが分かって、数値機能が分かってきた。ですから、まあ、この列は正しかったなね。ということが分かります。はい。まあ、この問題はこんな感じで終わりたいと思います。もちろん、その、文字で置きたい人は、こうやって、10の2の定数1乗かける、ラージンみたいな感じでやってもできますから、まあ、それでもやりたい人はやってください。はい。じゃあ、今回はこの問題は終わりたいと思います。ありがとうございます。